魔王オロチとの戦いから数年の後、三国と戦国の英雄たちは突如滅亡の危機を迎えていた。天地を覆うがごとき巨大な怪物が出現したのだ。八種の大蛇にも似たそれは城を襲い町を食らった。また復活を遂げていた魔人平清盛のもとに妖魔が集結、妖蛇と呼応して人間に襲いかかった。この危機に生き残った人間は国を越えて結束する。だが妖蛇はあまりに強大であり、生存者はあまりに少なかった。この絶望的な状況を覆すため残された方法は一つ、妖魔の本拠地に潜入し、敵の要たる生き残った最後の英傑馬長、芝生、武田家半兵衛の3人は決死の覚悟を持って作戦に臨むのだ。城を丸呑みするような化け物相手に戦を仕掛ける。勝てる可能性は低いけど仕方ないよね。俺たちにはもう後がない。これが生き延びる可能性の一番高い方法なんて。希望を見失うな。勝機は我らの部で引き寄せるのだ。ああ、やるしかないんだ。やってやるさ。猛気の戦、見るがいい。人間の未来を、そして王国同胞のために勝利を信じ、力を尽くすのみ。一か八か、妖者を狙う。この戦い、分の悪い賭けみたいなもんだな。仕方ないよ、今回は相手が悪すぎる。妖者はこの門の向こうか。
人間どもの残党か。清盛様を待つまでもない。俺様が引導を渡してやる。よし、このまま妖者の元まで駆け抜ける。受けてみよう。はいはい、俺の番だな。魔法誕生。飛び降り、妖者に迫るのだ。この火の海では妖者に近づくことすらできん。近づかずに攻撃するしかないよね。敵の土砲を借りようよ。下にも土砲があるみたい。せめて見るか。なんだあれは。開けてみよう。はい。
無影螺旋客。この命は多くの同胞が与えてくれたもの。俺は絶対に諦めん。このままでは。はっせい、せい。撃ち取っちゃったよ。が増すだけだ。次の機会を信じるしかない。全員逃げろ。撤退だ。チキショー、ここまでたってるか。ここまでか、無念。Yeah!
かりの戦ぶり。守れなかったあいつらのためにもこんなところで死ねるかよ。妖魔の類か。私はかぐやと申します。戦艦より皆様方にご助力いたすよう使わされたものにございます。もうあんな化け蛇が出てくるんだ、今さら千人くらいで驚かない。俺たちを助けてくれるのか。さようにございます。かのようじゃ、今の皆様方のお力では到底過去へ渡りお味方を増やされますよう、私がそのお手伝いをいたします。話が唐突すぎてついていけないんだけど。満言を尽くしてもご理解は得られますまい。文句なしの戦果だ。俺たちの陣地か。バカな、妖者に挑む際引き払ったはずだ。それがなぜここにある。俺たちが時間を戻ったんだろうな。
これがかぐやの。本当に過去へ戻れるというのか。幼者出現の後、この地へ至る前のことだ。俺は仲間と共に小田原城を目指していた。その途上、医療の地で襲撃を受け、俺は仲間を救いたい。承知いたしました。では行進にお進みください。先の戦では時を渡るための夜須賀は、記憶より生じ強く思い浮かべられません。あんな短時間で陣地は再建できねえよな。本当に過去に戻れるのなら。よう、今日はどうするんだ。
また来てくれよ。あれ、さっき出て行かれたと思いましたが。あんなものをじ幼者に挑むにはこの道を。何か知りたいことはありますか？ごきげんよう。